はい、えー。今回ですね、アドバイスをいただきたいと。まあ、報告もちょっともらってるんですけど、えー、プロモーションを行い、3980円で2名の人に商品売れましたと。おめでとうございます。はい。初売り上げですね。おめでとうございます。いやー、自分で売るっていうのはどうですかね。まあ、ここの積み上げですからね。 で、えっ、ー、と、質問というかアドバイスくださいっていうとこなんですけども、えー、LINE 登録者は20名、60名ぐらいになりましたが、濃いリストにできてないのが課題です。濃いリストに変えていくためには、やはり定期配信とプレゼント企画が有効でしょうか何かヒントがありましたアドバイスいただきたいということで、まあ、あの、定期配信とプレゼントが有効かどうかを聞いてる時点で、ダメ <laughs> これ当たり前ですね。有効とかどうかじゃなくて、やって当然ですね。当然です。まあこれは大企業さんもやってるじゃないですか。大企業さんもプレゼント企画も定期的にやってるじゃないですか。最近僕、あの、金麦研究所っていうメンバーシップをね、あのや,やって、1月か2月から始めたんですけど、金麦、はい、こちらね、またあのプレゼント企画やってますね。シール24個を集めると、絶対もらえるオリジナル金麦2本とか。 去年はね、サラプレゼントしてましたね。いや、だって、キリン、キリン麦ってキリンかな札幌札幌じゃないか。サントリーか。大企業じゃないですか。上場企業ですよね <laughs>。みんなやってますよ。定期的にそんなのは、うん。プレゼント企画と定期配信当たり前なんで。で、まあじゃあ当たり前で終わりかっていうと、まあ、あの、濃い、えー、リストに変えていくためには、 これは、ね、単純であの切るってことです。エスプレッソですね。要はロ、まあ、これよくあるパターンなんですけど、LINE とかメルマがもちろんそのリストを集めるっていう概念はも,うもちろん大事なんだけども結局、リストが減りました。減っていいんですよ。だから減らす努力です。増やして減らして増やして減らしてっていうね、この繰り返しなんですよ。 申し上げますね。増やして減らす。増やして減らす。増やして減らす。もうこの繰り返しです。で、どれだけ実は、みんなね、これ本当に勘違いしてるんですけど、あの、増やせば上がると思ってるんですね。リスト数が増えれば上がるとかね。だって1リストで100万円の商品売れればもう終了じゃないですか。だから僕はそういうね、ドリームアカデミアでそれで教えてるんですけど、 あのどれだけやっぱ、まあ、ここでもね、お題でいただいてますけど、濃いリストですよね。濃いリストにするためには、抽出しないといけないんですよ。エスプレッソで。だから、エスプレッソって濃いじゃないですか。まあ、抽出してますよね。うん。そぎ,ぎ落とさないといけないです。だから、あの、なんだろうな。あ例えば、なんだろう、もう、もう、ここに、もう本当にね、アクティブユーザーを測るために、 もうちょっと LINE 変えますみたいな。多分無料、無 LINE ね、60名なんで、無料枠でやってるとは思うんですけども、あの、もう、あのあ、変えますと。ね。で、えー、LINE の公式のちょっと変えます。で、移行したい人は、あの、アンケート答えてくださいと。で、アンケート答えた人だけに、えー、今後、定期配信しますみたいな。でそ、それやるだけでも、本当にアクティブユーザーわかるし、わかります だから LINE とかメルマガもそうなんですけどなんかその数が増えてきます、増えた増えたってなりますけど数ももちろん大事ですよ。数を否定してないですけどあの僕はもう濃くやってますし濃,い濃くするってことを教えてるのでまあ減らす努力ですね。あとはまああのまあそういうねテクニカル的なまあまあ誰もやろうと思えばできるじゃないですか。 LINE のアカウント4つだったかななんか結構作れると思うんで。まあ別にメルマガだったら何個でも作れるし。うん。まあそういう方法もあれば、あとは、ライティングで、えー、削ぎ落とすってことですね。うん。あのー、なんだ、もう解除し、解除しろみたいな。買わないんだったら解除しろみたいなね。<laughs> わかります <laughs> 買わないんだったら解除しろぐらいですよ。 え、だって何のためにやってんですかボランティアでやってないですよね。売り上,上げ上げるためですよね。つまり、自分の商品が売れなかったら1円にもならないですよ。もちろんその前段階として信頼関係構築だったりとかそういうのはありますよ。もちろんあるんだけども、買わなきゃ、どれだけ信頼があって構築しても、そのお客さんが買わなかったら0円なんですよ。そうじゃないですか。じゃあ友達、めっちゃ信頼してるけど友達から商品買いますか全部。 信頼してるんですよ。信頼してる友達から金貸してくれってった貸します全員に。<laughs> だから信頼があったとしても関係ない部分があるんですよ。買う、買わないとかね。金貸す、貸さない。まあそこはちょっと別か。まあ,あ、ちょっと違うところがあるんで、僕たちは商品を売るためにリストを集めていて、要はまあ昔習ったのがその容疑者リスト。絶対買わないお客さんって言ってるんですよ。これもう絶対買わないです。<laughs> だから、ウィンナーの試食にただ来てる人ですね。うん。まあ、絶対買わないじゃないですか。子供だとお金ないし。うん。だから、容疑者リストをいっぱい保有しててもしょうがないので、あのー、まあ、それはもう排除していくって感じですかね。うん。それはコピーライティングで排除していく方法もあれば、そういうそのテクニカル的にね、もう、かっつり精査するやり方もあれば、いろんなやり方がありますけど、 濃くするというよりかはあの少なくするってことですね <laughs>、うん。で、じゃあ少なくなったら何ができるかっていうと少ないから時間をかけられるんです。わかります僕も例えばね、今ね、サッチーとの交流日記なんかやってますからね。<laughs> ワンツー動画でもう再生リスト作ってなんか交換日記みたいなのやってますから。めっちゃ濃くないですからで、この前ね、まあ、その、 その方は、勤務研究所に入っていただいてるんですけどもあの、ね、他にもコンサル受けてるっぽいんですよ。だけど、商品もこの前、有料の,、ね、あのコピーライティングのやつ買ってくれましたし、あのまあ、メンバーシップ390円、まあ、高くは、まあ、でもお酒飲むだけですよ。まあ、あの価格はそんな高くないと思います、390円で。ただ、内容がお酒飲むだけなんですけど。まあ、それも一応お金落としてくれてるわけじゃないですか。 でなんでかっていうと、濃くやってるからですよ。で、じゃあもう本当、もうね、サッチーさん、ロゴスに出してよサッチーさん、聞いてっかな。<laughs> じゃあ、そのサッチーさんが、なんでその僕に、こう、ファンになったのかっていうと、これ、強めのコピーなんですよ。ね。あのー、サッチーさんが、その、なんか、僕の本を買ってくまあ、悩み相談っていうシリーズがあるわけですよ、僕ね。で、その、なんか僕の本買ってくれたみたいで、で、その、その悩み相談、悩みのところにね、 お金なんだっけなちょっといいもうぶり返しようか <laughs>。お金なんだっけなお金は必要。お金。なんかね。お金なんて書いてあったかなお金に困ってないみたいな。困ってない。なんか書いてあん。 なんか書いてあったんですよ。要はなんかお金には困ってないけど幸せだみたいなね。今幸せですみたいな。なんかそんなこと書いてあって、この YouTube の下に入れときます。そうそうそう。なんだっけな。この YouTube の下に入れときます。それ読み上げてると思うんで。悩みそうなんで、ね。で、それでまあズバッて切ったんですよ。僕が。ね。そんな嘘だと。お金に困ってないなんかあり得ねえみたいなね。そう。 なんだっけな。まあ、ちょっと探しておきます。この YouTube の下に入れときますので、まあ、とりあえずズバッと言いました。うん。お,お金必要でしょうと。まず、稼げるみたいな話をなんかしたと思うんですよ。で、それでガッてき、あの、刺さったわけですよね。でも、これって、あの、全員に刺さるかどうかわかんないんですよ。 傍から見たら、他の人からの受け取りの違いなんですけど、受け取り方が、例えば、なんだこいつは偉そうに、上から目線で、ね、あの、お前に言われなくてもわかるよっていう捉え方もされる場合あります。じゃこれはもうファンにはならないし、まあ、あの、なんだ、リストの解消になる、迷いますよね。だけど、その強いメッセージを流したことによって、ぐさってなったわけですよ。その通りです、みたいな。吉谷さんのおっしゃる通りですと。 私は、私は、自分に嘘ついてましたまでは言ってないかもしれないですけど、なんかそんな感じになって、そっからファンになっていただいて、あの、まあ、商品の方ね、まあ、お金ないんですよ、今。お金ないんだけど、ないなりに払ってくれてます。うん。だその強いメッセージは、だからダン・ケネディが、ダン・ケネディっていうね、まあ、あの、億万長者メーカーのね、マーケッターのドンですよ。 マーケッターのどんどん僕の教えはね、これ好きなんですけど、一日10人の敵を作れと。一日10人の敵を作れ。で、一日、一日10人の敵を作って、一人濃いファンを獲得しろっていうね、あの、格言があるんですよ。ダンケネディの。そう。うん。だから僕なんかその、チャンネル登録解除しろとかね、もうバンバン言いますからね。<laughs> いらねえと。<laughs> チャンネル登録でいらねえと。 でも、なんか登録ありがとうございましたみたいな動画撮ったりとかするんですけど、いらねえみたいなね。<laughs> どっちやねんって話なんですけど。まあ実際いらないんですよ。だってチャンネル登録が増えたところで、僕 YouTuber じゃないので、商品じゃ、じゃあチャンネル登録してくれたから商品売れるかっていうと売れないんですよ。<laughs> 僕はだってメルマガで今商品、まあラインアットバンされましたから、メルマガで売ってるわけですよ。 つまりメルマガに登録しない限り絶対商品をセールス売り込みできるチャンスゼロなんですね。わかります ?YouTube の登録者数が増えたとしても売り込みできないんですよ。だって僕メルマガだけで今セールスレターとかセールスビデオを公開して商品売ってるので。っていうのもう明確的ですよねあ。それはそのダン・ケネディの教えをまあ忠実に僕はやってるだけなんですけど敵を作るっていう。 10人の敵を作って1人の濃いファンを使う作るっていう。うん。うなんでまあ、あ濃いファン、濃くしていくためには削れってことです。うん、で、このプレゼント機会だったり定,定,定期配信は当たり前です。こんなのや、ややってないのがダメです。この質問する時点でマ熱いので <laughs>、こんなの本当当たり前の孤独やらないと。うん な感じですかね。まあその悩み相談のなんかちょっと探しておきますんで、この YouTube の下に入れときますので、まあ聞いてみてください。結構多分強みに言ってると思います。うん。で、それでまあ実際レスポンスいただいてるので、うん、まあそんな感じでございますね。はい。ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。